エンゼルス時代に大谷翔平投手と共にプレーしていたブレイブス参加のデビッド・フレッチャー内野手がスポーツ賭博を行っていたと17日、日本時間18日、米スポーツ局 ESPN、ノティシャ・トンプソン記者が報じた。画像、大谷翔平から手渡された現金、試合後のクラブハウスで広がったまさかの光景。トンプソン記者は、デビッド・フレッチャー内野手が水原い、平被告の賭けに応じた。 南カリフォルニアのブックメーカーと共にスポーツ賭博をしていたと報じた。また、フレッチャーの親しい友人でもある元ロイヤルズのコルビー・シュルツ氏が、フレッチャーのエンゼルス在籍時の出場試合を含む野球にかけていたとも報じた。フレッチャーは野球にはかけていないというが、同メディアは、メジャーリーグ機構によると、フレッチャーは以前調査対象ではなかったが、彼は今、調査されることが見込まれると綴った。 違法賭博をめぐっては、大谷の元通訳である水原被告が、違法ブックメーカーの同元、マシューボー,ヤー氏の下で違法賭博を行うために、大谷の口座から資金を投用。銀行詐欺と虚偽申告で追訴され、司法取引に応じていた。2024年3月に ESPN の取材に応じたフレッチャーは、以前、ゴルフをしたときに、一度だけボーヤーと会ったことがあるが、 ボーヤーの組織で掛け事をしたことはないと否定していた ESPN はその後再度フレッチャーにコメントを求めたが返事はなかった